皆さんこんにちは。月刊クバーリマサ5月号始まりました。今月号もどうぞよろしくお願いいたします。今月のレムナントのコーナー、一命落とした和宮ということなんですけれども、和宮様という方がいらっしゃった。そうですね、あの仁光天皇という方の娘さん、はいはい、そしてお兄さんがやっぱり孝明天皇、孝明天皇、徳川時代の末期の、はい、まあ、皇室の娘さんですけれどもね、自分の命を懸けて江戸が戦場になることから守った。で、実はねこの方がですね、とってもあの聖書に出てくるエステルっていう女性に似てるなと思いますね。私は死ななければならないのでしたら死にますっていうね。もし和宮のこの生き方がなかったならば、多分江戸無血開城は実現していなかったんじゃないか、神と宇宙人というとても興味深い、はい、ものなんですけど、あの神は宇宙人なんじゃないですかみたいなね、ことを言う方も日本人の中には結構いるんですよ。いろんなところで西洋人の中にあんまりいないけどね。あの宇宙人がいるかいないかは別として、いたとしても、宇宙人がいたとしても非造物なんですよ。非造物っていうのは作られたも の, あの神は創造者。これね、実は宗教者の間でも、科学者の間でも意見が分かれる。何年か前ですけど、ユダヤ教のラビのね、ラビエリアフ・アビハイルと中丸薫さんがちょっと対談したことがあって、その対談の席に私も同席していたんですけどね、あ、宇宙人はいませんよって言ったんですよ。もういません。ね、ちょっとね、あの息子さんがね、ダビデ・アビハイルがね、あのね、いや、いますよって言ったらしくて、ヘブル語で話してたから後でちょっと通訳の方に聞いたらね、いや、もう親子の間でケンケンガクガクの議論をしてるっていうわけですよ。聖書に出てくる奇跡の意味ということなんですが、聖書の中にはたくさんの奇跡が出てくるように思えるし、ああ、そうですよね、イエス・キリストは奇跡をたくさん起こしている、たくさんやりましたね、はい、それっていうのは何か大きい意味があるのか、何を奇跡と呼ぶのか、はい、実はあのお釈迦様もですね、まあ、大体宗教というと奇跡がたくさんあると、そうですよ、そうですよ、そういうイメージあるかもしれないですけど、お釈迦様も伝記読んでも奇跡って全然出てこないんですよ、まあそうですね、何にも奇跡してません。それからマホメット、ムハンマドなんかも奇跡全くしてません、はい、ん、そうなんですか。だから意外に宗教っていうとね、奇跡と思いがちかもしれないですけども、聖書だけなんですよ、奇跡が、こんなに奇跡が多いのは。おところがね、聖書って奇跡だらけだなと一般に思われやすいんですけど、はい、よく調べてみると、あの聖書の奇跡っていうのは5つの時代に集中して起きてる、信仰って何なんだろう、奇跡なんですよ、実は人生に奇跡を起こすこと、ユダヤ人っていうとやっぱり巨万の富を築く、こう知恵をたくさん持っていて、本当にね、世界の、本当にわずかな人口しか持ってないユダヤ人が世界の富の大半を築いてきたみたいな、あのイメージありますよね。そうなんです、実際そうなんです、実際そうで、あの聖書ではお金をたくさん持つ、金持ちっていうことは悪いことじゃないんです、何が悪いことなのかって言ったら、お金の使い方が悪い人が悪いんですよ。もう使い方が悪いと、お金を、あるいはお金を第一に人生の目的にしちゃって、それでお金を儲けることが人生の全てだと思っちゃうことはダメですよ。富を築き上げる力が与えられてんだから、だからそれを発揮してほしいなと思いますね。そしてね、この日本に、世界に役に立つ人間になってほしいな、